DW レースの鈴木です。今回は GPU オーディオという新しいプラグインメーカーについて、その製品コンセプトであったり、現在ベータ版が公開されている IR リバーブの FIR コンボルバー、そして現在分かっている限りの今後の展開についてご紹介してみたいと思います。まずこの GPU オーディオっていうメーカー、皆さんご存知でしょうか？私は確か昨年頃ですかね、初めて名前を聞いたんですけれども、その名の通り GPU、つまりパソコンのグラフィックボードのパワーを使ってプラグインエフェクトを動かしてしまおうという新たな試みのプラグインエフェクトを作っているメーカーです。皆さんご存知の通り、大半のプラグインエフェクトというものはパソコンの CPU のパワーを使って動作させています。また UAD やアンテロープのように一部の製品では専用の DSP を使うことによって、こう CPU 負荷をかけることなくエフェクトを使うことができるよなんていうシステムを作っているメーカーさんもいらっしゃいますけれども、多くの場合においてやはり CPU 負荷というものを意識しながら曲を作らなくてはいけないというところはあったりするわけです。そこでそれを解決してくれる一つのアイデアがこの GPU を使おうというものだと思うんですけれども、最近のパソコンって結構ハイパワーなグラフィックボードを積んでいるパソコンっていうのが増えてきてると思います。パソコンでゲームやられるよって方もすごく増えてると思いますので、そういう方にとってこうグラフィックボードっていうのはある意味では CPU 以上に重要視されているっていうケースも多いのかなと。私も先日 Windows の自作 PC を久しぶりに組んだんですけれども、その時にもやっぱり最近のプラグインとかって結構 GPU パワーを使うものっていうのも増えてきてるよなというものもありまして、RTX3050、 そこまで高性能なグラフィックボードではないですけれども、を組み込んでおります。もちろん DAW ソフト使うだけだとちょっとオーバースペックかなと思っているんですけれども、そんな時にこの GPU オーディオの製品をうまく活用できないかなと思って今回動画を撮影しているというそんな感じになっております。ちょっと前置き長くなってしまっていますけれども、まず GPU で処理をさせるところのメリットというのをいくつかご紹介してみたいと思います。まず一つ目に、先ほどからご紹介している通り CPU 負荷を低減、分散させることができる。これがやはり一番大きなメリットになってくるのかなと思います。特に作曲アレンジもするよっていう場合において、結構 CPU 負荷を食うような音源っていうのも増えてきてたりしますので、そうするともう少しここでエフェクト足したいんだけれども CPU 負荷的にちょっとカツカツになっちゃったなんていうケースっていうのは、おそらく多くの方悩まれたことあると思います。そんな時に空いている GPU のパワーを少し割り振れるようなんていうのは結構大きな魅力になってくるかと思います。そして GPU を使ったエフェクトというのは低レイテンシーで使えるということですので、ある程度のリアルタイム性を持たせたいなんていう方にとっても結構メリットがあるのかなといった感じです。そして3つ目に、アップグレードが比較的簡単に行えるという点かなと思います。先ほどご紹介した DSP システム、こちらも非常に魅力的な製品ではあるんですけれども、 DSP をこう使い増ししようと思うと結構な予算が必要になってしまいますし、あとなかなか世代交代が起きない、もっとパワフルな DSP が欲しいよなんていうふうに待ってる方も結構多いのかなと。そんな中でグラフィックボードっていうのはコンピューター関連の中でもかなり進化の早いカテゴリーだったりしますので、比較的安価でどんどんアップグレードをしていくなんていうことも考えられるのかなと思います。そんな GPU オーディオの製品なんですけれども、まだまだ現在アーリーアクセス版ということで、本格的な始動はこれからという感じになってくるのかなと。今アーリーアクセスとして公開されているのが、画面見ていただいています FIR コンボルバーという IR リバーブ、サンプリングリバーブのプラグインになっております。IR のリバーブって結構負荷が高めだったりすることと、並列処理が有利なカテゴリーだと思いますので、この GPU との相性っていうのもすごくいいのかなと。使い方は一般的なプラグインと全く一緒です。今キューベースで立ち上げているんですけれども、インサートスロットにそのままプラグインをインサートすれば、特に GPU っていうのを意識することなく使用することができるようになっております。そしてこのプラグインなんですけれども、ご覧いただいて分かる通りめちゃくちゃシンプルで、1から10番まで10種類のインパルスレスポンスが収録されており、それを選んでミックス具合を調整していくと、めちゃくちゃシンプルです。まあ肝心なのは音だと思いますので、ちょっとボーカルに対して各インパルスレスポンスのサウンドを聞いてみたいと思います。It's been a couple weeks since you've been home. I'm getting used to being all alone. But I still drink a bit and call your phone. I'm getting sick of all these dial tones. I'm losing faith by the minute. Thought you'd come back, but you didn't. I know. I'm getting close to the limit. I hope you're doing fine, but I have. It's been a couple weeks since you've been home. I'm getting used to being all alone.But I still drink a bit and call your phone. I'm getting sick of all these dial tones. I'm losing faith by the minute. Thought you'd come back, but you didn't know. パフォーマンスメーター見ると、
リアルタイムパフォーマンスはほとんどかかってないのがお分かりいただけるのかなという感じでございます。 IR リバーブの場合ですと、どんな IR サンプルを使うのかっていうのがサウンド面で一番大きな部分になってくるかと思いますので、GP オーディオのホームページからもいくつか追加のインパルスレスポンスファイルがダウンロードできるようになっておりますので、こういったものを組み合わせていただいてもいいかと思いますし、使ってみた感じ、本当に拍子抜けするぐらい簡単に今までのプラグインと全く違いを意識することなく使用することができるようになっております。そして現在残念ながらこの GP オーディオの製品というのは Windows のみでしか使用することができません。なおこの GP オーディオ自体は NVIDIA や AMD のオフィシャルパートナーということで、そういう共同開発を行っているという状態ですね。またこれ公式で言われているんですけれども、現在 Apple とも共同開発をしているということで、今後そう遠くない将来に MacOS をサポートするということになっております。 Mac においても Apple Silicon 以降 GPU パワフルなものを積んでたりしますので、Mac への対応っていうのもすごく楽しみなところなのかなといった感じです。そしてこれ GPU オーディオさんから直接教えていただいたんですけれども、今後これも近いうちにモジュレーションバンドルという新しいプラグイン発表される予定ということです。このモジュレーションバンドルにはコーラス、フェイザー、フランジャー、この3つのプラグインが収録されるということで、実際 GUI や簡単な動画も見せていただいたんですけれども、パラメータ的にもフルパラメータついておりますので、かなり期待できるのかなといった感じです。こちらに関しても実際にプログラムが使えるようになり次第また続報という形でお届けできればなというふうに思っております。ということで今回は GPU オーディオについて簡単にご紹介してきました。まだまだこれから発展していくメーカーだと思うんですけれども、 GPU を使ってエフェクトを駆動させることができる、かなり夢のある将来性のある製品だと思いますので、皆さんぜひ注目していただきたいのと、やっぱりこれ実際に使ってみないと感覚なかなか分かりにくい部分もあるかと思いますので、 Windows 使われてるよっていう方はアーリーアクセス登録していただければ、今回ご紹介したこの FIR コンボルバー無料で使うことできますので、ぜひ試してみてください。今後もこういったプラグインエフェクトや音楽制作に関する様々な動画定期的に更新しておりますので、ぜひチャンネル登録や動画への高評価もお願いいたします。それではここまでご視聴ありがとうございました。